もう倒した英雄じゃないですか、ガトリン、うん、大ブーイングだったんですよ、やっぱりその薬物反応に対する反応なんですよね。なるほど、そこに対しての声です。静かにしろって、まあそういうことなんですけどでもこの時に、あ、3夜連続見ましたか皆さん、スター爆発的スタート祭り、アサファ・パウエル選手、そしてサッカーのキリアン・ムバッペ選手をやってこれに来たんですけどこれでもう、まあ、ハッとなったでしょ。画像入れます、ここ、このシーン見て気づいたでしょ、ムバッペ選手と一緒なんですよ。肩めっちゃ下がってんの、この時でさえもう地面に力を与え続けているそのこのシーンですらもう加速してんのよ、このシーンで、加速してねえだよこのシーンで。いやもうだからすごいんですよ、このやっぱ肩の加勢もすごい上手く使ってる選手なんですよ。そしてジョーラの写真ドン、ロケットおっぱいなんですよロケットおっぱいなんですよ、繋がった、そう、これが言いたくてロケットおっぱいって言ってました、アサーパルセルで、どうや、ちょっと見てない人は見てください、出た、あの見た人はロケットおっぱいここで繋がってくるんだってなってますからそう、下の方大胸筋ね、結構広い筋肉なんですけど、上部、中部、下部ってあるんですけど、下部がめちゃくちゃ発達してるんですよ、わかりますよね、この映像見れば。パウエル選手もそういった形、そして腹直筋がでかい、だから、まあまあ、パウエル選手は腹直筋をうまく使って、体重を下にかけるっていう動きをしてるっていうふうに語ったんですけど、まあ、そこもかなりしてらっしゃいます。結構前傾姿勢を崩したスタートをしてるんですよね。でも特有の動きあります、パウエル選手もすごいしムバッペ選手もすごいけど、今までの全てを踏襲した上でレベルアップさせた体の使い方がガトリン選手なんですよ。すごい。まずね、腕振りの写真、ちょっとキル選手と並んでるやつがあります。ドン、これです、はいはいはい、考えてみてください、何が違うか。まずメイが行くのがグーだってことですよね、グーとパワー問題、確かに EN 課題、みんながもう本当に環境問題と同じぐらい問題になってます。グーで行くかパーで行くか、なるほどなるほど、どういう問題なのか、これちょっとね、シアパンダに考えてズドンと答えていきたいんですよ。ロケ、何をかクソロケットおっぱいしてますのか考えていこうと思います。史上最もロケットおっぱいという動画でございます言い過ぎだよ。何が違うかってことですね。開いてるときは もちろん伸展です、指で言えば伸ばす筋肉なんですよ。だから伸ばす方、伸ばす方に特化した腕の筋肉の、活性化を狙ったような腕振りだと僕は思いますと、これはメリットがあります。でグーの、手に関してはクッキングです、上腕二頭筋とか曲げる筋肉に、収縮を入れたいっていう意味ではグーがすごくいいと思います。だから前の方ですね、クッキングなんで、前に乗り込むを優先したい場合はグーの方がいいと思いますし、後ろに蹴っていく、切っていく、腕振りをしたいんであればパーの方が私はいいんじゃないかなというふうに考えます。でガトリ選手グーだし、ちょっとよく見てください、親指見て、変じゃない、普通のグーってこうじゃん、ガトリ選手こうなってんのよ、うん、親指だけ出してんの、確かにいつもね。でも本当どんな画像見てもこう親指が出てるんですよ。これこうだと見えるかな、こう横についてますよね、親指がこう、つまりちょっと指取っ払うとこういう動きなんですよ、こういう動きなんですよ、グーで握った時って。わかりますかね、これ内転という動きです、屈曲じゃないんですよ、屈曲はこうです、まっすぐ曲げたいんですよ、じゃなくこう閉じる動きになっちゃうんですよ、ただの拳を握ると親指に入る力がね。だから縦にこうやって握ることでまっすぐ屈曲の動き、屈筋にダイレクトに収縮を入れるっていう戦略だと私はまあ解釈しました。これ何のメリットがあるか、上腕二頭筋を超使いやすくなるんですよ、上腕二頭筋を使います。でちょっと見てください、筋膜連鎖です、腕の筋膜連鎖、胸の筋肉小胸筋、そして上腕二頭筋、腕頭骨筋というこう前腕の筋肉ですね、そして親指にかけて筋肉がつながってんです、こいつらが一緒に力入りやすいやっていう図になってます。だからつまり親指に収縮をちゃんときれいに入れれば上腕二頭筋って超使いやすいし胸も収縮しやすい。そしてパウエル選手の時に言いました、違う筋膜連鎖をね、胸、お腹、太ももの筋膜連鎖を使って体の屈曲を作ってますよ、この筋膜連鎖ってそのパウエル選手が使った筋膜連鎖とすげえ関連性高いですよ。この筋膜連鎖を使うとパウエル選手でやった時の筋膜連鎖も収縮しやすいっていう状況なんです。だからこのパウエル選手筋膜を使いやすくするためにも親指に収縮入れて上腕二頭筋収縮入れておくことで肋骨を下げて体を曲げて下へのパワーを増やすっていう意味で
さらに進化させた腕振りなんですよね。だからこそ前に乗り込むっていうのも達成できるし、筋膜連鎖もうまく使える意味で親指を出すグーっていうのが、まあ、最適化になったんじゃないかなっていうところです。だから上腕二頭筋を、親指側連鎖させて使って腹筋に力を伝えていくというかなりマニアックな内容でございますね。まあ、実際やってる動きですよね、ガトリン選手はね。そこを身につけるための、フィジカルトレーニングちょっと考えていきましょう。ちょっと難しいですよ。でもなんとなく理屈は分かりましたかね。親指、あ、まあちょっとね、その前に、あ、いいか、行っちゃおうか、行っちゃおう、行っちゃおうぜ、行っちゃおう。じゃあ親指を使って上腕二頭筋を収縮させて腕振りをしていくってことですね。まあちょっと試してみてください。普通にパーで腕振りしてみてください。こうやって使って腕振りしてみてください。じゃあグー、この指に親指を縦にかけてください。横じゃないですよ、縦にかけて親指をグーッと人差し指を握り込むような感じ。そうするとこの母子球めっちゃ固まると思います。固く母子球に超力入った状態で腕振りしてみてください。めっちゃ前に振りやすくなるんですよ。まあ後ろへの可動域はちょっと狭まるけど、めっちゃ軽くなると思います。これはね、分かりやすいと思います。僕もめっちゃ感じれます。なんかここの親指連鎖があると上腕二頭筋の収縮が勝手に入って前に振りやすくなる。でかつこれは体を下げる動き、下げて地面に力を伝える時間を長くする、体を浮かないようにして足を長く蹴れるようなメリットがあることですね。じゃあそれをやっていくために親指から上腕二頭筋を爆裂させていきたいと思います。じゃあ、腕立て、ムバッペ選手のトレーニングから、パウエル選手の動きにしていくっていうちょっと動きのトレーニングやっていきますよ。お皆さん、はい、じゃあグラで、ムバッペ選手のねトレーニングって、まあ、ちょっと詳しくはそっち見てほしいんですけど、こうやって肩を下に下げてお尻浮かしていくトレーニングなんですけど、これをグーで親指を縦に握り込んだ状態でやります。この状態、こっから上腕二頭筋を爆裂させていきます。上腕二頭筋、肘を曲げる筋肉ですよね、うん、でももう一つ動きなんですよ。肩を屈曲するって動きなんですよ肩を屈曲する、だから腕振りに直結しますよね、うん、その動きをこの状態、肩を加勢させた状態で前屈筋に収縮入れた状態で上腕二頭筋を発揮するとどうなるか、はい、あんま上腕二頭筋近いよって言ったら、まあ勝手になると思います。こっから上腕二頭筋近いよ、入れちゃえってやったら、こうなるんで、うん、多分ね、いきますよ。こっから、こうやると、漏れなく、こうなると思います。なんとして今、目つぶって、目つぶって、ちょっと一回直せる。目つぶるじゃん、目つぶるじゃん。お尻上げるじゃん。上腕二頭筋もう怖がんなくていい、怖がんなくていい、上腕二頭筋入れて、こうなる。こうなるから。こうだから。で、これね、ようやくこれが箸に火をつく時が来ました。そして、上腕二頭筋本当に鍛える人あるの？ガトリン選手の二頭筋見たことある？画像ドン！やばいでしょ！すごいね、これ。で、ボルト選手とかも結構あるんだけど、これ何に役に立つのかなずっと思ってたんだけど、この動きですね。なるほど。腹筋と連鎖させ、しかも前に乗り込むって両立する上で、上腕二頭筋もめっちゃ鍛えるべきと。だから結構アームカールとか、意外と必要なトレーニングかもしれないけど、シダパンチャンネルは道具使わない、その場でできるトレーニングを考えたい。結構むずいんですよ、肘を曲げる動きを自重でやる。確かにね、まあ、親指握って抵抗かけてこうやって握るだけ、握って、抵抗かけたまま肘を曲げていくっていう、親指上にしてね、それだけでもさっきの連鎖を使った収縮入って、その後腕振りとか結構軽くなったり、今日僕トレーニングの前にちょっと、ね、入れてみたんだけど、割りかし良かったですよ。前に振りやすくなりました。でもっと体全体腹筋とも連鎖させていくので、やっとしたら肩を屈曲をしながら上腕の時力を入れていく。もう一回いきますよ。お尻浮かした状態から肩をこういう状態に屈曲していくと、お尻を前に後ろに投げ出していく。めっちゃ状態一体OK。 これをめっちゃ早くいきます。筋膜を連鎖使うときは本当に爆発的な収縮を入れると、一緒に力が入るんで、できるだけ早くキレを出してやってみてください。いきますよ。親指握り込んだ状態からこれです。で、またこれ10回いこうか。あー、すっごいきてる。上腕二頭筋すっごいきてる。きつい。こういうトレーニング大事ですよ。4回目、本当に10回やる？知らん。あー、きつくなってきた。
ラパンはね、ここだけ力入るけど連鎖、連動ができてないんですよ、うん、全身で力入れないから弱い。ちょっと待って、マジ言ったからにやりたい。やるの？あと5回、あと5回らしい。あと5回ね。はい、1、はい、2、はい、爆発的に、爆発的に声だけじゃん。もっと早く、もっと早くね、早くね、いくよ。まだ2回あるし、まだ2回あるし、まだ、全然諦めてるし、2回やってじゃん。声だけ一丁前なんだもんな、なんか。はい、OK。 この感じで、結構ね、重たくなってくると思います。うん、あ、なんかここも疲れてるし、ここも疲れてるし、ここも疲れてるなってなったら掴めてると思います。で、もうマッシュ。で、パガリ選手の動画でやった正座から股関節の力だけで、腕を振って前に飛ぶっていう動きやりましたよね。これ、体を曲げながら飛ぶっていうのでちょっとやってもらいましたけど、これでやってみようぜ、先ほどトレーニングやった後。なるほど。これ感覚の世界ですけど、胸、お腹、そしてさっきのアームライン、腕の筋肉の上腕二頭筋とかに収縮一緒に感じながらガンって飛べてたら、かなりいいスタートになります。いきますよ。これもね、例のようにスタートとかね、指標をやるとさっきよりよく飛べたのかなってか分かると思います。これいきますよ。じゃあ普通にまずやってみましょうか。ガチで飛ぶから。こうっすね、ガチ飛びです。パウエル選手の動画とそんな比べてもそんな結構飛べたと思いますよ。うんうん、これは使いました。じゃあ二頭筋使います。これがちょっと取ってもらっていいか。これね、これそのままスピードになるんで。いくから。はい、握りました。もう入ってます、入ってます、入ってるよ、今入ってる。いくよ、いくよ、いっちゃう、はい、いっちゃう。もう一回やっていい？ほら、はい、前にずらしました。来たね。すごい、すっごい、スローで見たらすっごい動きでした、ね、すっごいよ。まあ、でもまあ一応連動して全部が収縮した感じは僕的には掴みました、さっきのアップとか。だからまあ狙い持った腕振りをできるかが大事ですよね。なんかなんとなくパワー、なんとなくグーってとこを減らしていくとこがまあアスリートとしての醍醐味じゃないですか。うんうん、弱者の考え方っすよ。なるほど。天才はこれ、わかんないよ、ガトリ選手がどういう積み重ねしてたかわかんないけど、うん、こっちもいいんじゃねっていうのでこれたどり着く人もいるからね。確かに。天才って。なるほど。でも俺のチャンネル結構ね、弱者が見てくれてると思うんだよ。うん、伸びたいけど、天才に腹立つわってやつが見てると思うの。俺も腹立つんだよ。ケンちゃんとかさ、早いから、毎日努力してるけどね。フィジカルはそういうきっかけです。あ、意識したことなかったな。なんてところをゼロにしていくのが弱者のね、勝ち方っすよ。な、無意識でやってるところをめちゃくちゃ考えてやっていこう。指一つ取ったってこんだけ考えることあるんだぜ。うん、自分の手がこうなってんのかこうなってんのかとか全部しらみつぶしにやってってシーズン迎えようよ。そしたらめちゃくちゃ自信持ってスタートラインに立ててると思いますよ。うん、もう自分にも言ってます。私も頑張りましょう。もう全部考えて狙い、ね、なんとなくやってるところをゼロにしてシーズン迎えるように皆さんと一緒に頑張りたいと思います。以上でですね、爆発的スタート祭り3夜連続でした。お楽しみいただけたでしょうか。来週もね、シリーズものになるか分かりませんがいろいろ考えております。皆さんのねコメントも参考にして作りたいと思いますんで、やってほしいアスリート、著名人など、題材などね、リクエストありましたらぜひともコメント欄でお待ちしております。そして私、オンヤマークスという治療院やっております。上腕二頭筋をね、もうね、爆発させないと。上腕二頭筋だけを鍛えて足早くなりたいって人は、そんな上腕二頭筋だけをほぐして鍛えてっていうね、そういったオーダーメイドトレーニングもできますので分析させていただきますので、興味ある方は概要欄で、ぜひ見てみてください。では来週のフィジカル分析シリーズもぜひとも刮目してください。ではまた。